おととし札幌市東区で遺骨が残されたまま納骨堂が閉鎖された問題で、警察は納骨堂を運営していた宗教法人の代表ら3人を詐欺の疑いで書類送検しました。捜査関係者によりますと、書類送検されたのは札幌市東区の納骨堂御霊堂元町を運営し、事実上経営破綻した宗教法人白鳳寺の代表ら3人です。3人は納骨堂が競売にかけられていたことを隠して、おととし8月50代の女性ら2人から永代供養料などとして合わせておよそ200万円を騙し取った疑いが持たれています。納骨堂はその2ヶ月後に遺骨を中に残したまま閉鎖され問題になっていました。納骨堂の土地と建物は札幌の不動産会社が落札しましたが、一部の遺骨は今も残されたままになっています。